はい、NHK をぶっ壊す。あー、忘れてたな。松戸市民 NHK をぶっ壊す。平成30年、2018年の8月17日、13時ジャストであります。重ね重ねなんですが、たくさんの方に一昨日誕生日だったので、おめでとうメールをいただきました。Facebook、Twitter などでメールをいただいておりますが、あと YouTube のコメント欄ですね、すいません、誰に対しても返事を返しておりませんので、この場をお借りいたしまして、お礼申し上げます。ありがとうございます。今日はですね、今回はという方がいいかな、どうして NHK 問題を政治で追及しているのかというところについてですね、そのお話をしていきます。あのね、 NHK 問題だけで選挙に勝てるのかとか、そのなんて言うんだろうな、その他のことはやらないのか、こういうことをよく言われます。で、そのそれを言う人っていうのはこの番あたりの人なんですよね。ちょっと人間の成長について、簡単にというか僕なりの思いで、ちょっとお話をしていきますと、もちろん生まれた時は子供ですよね。で、大人になって再度子供に戻るですね。で、これ子供大人子供って、いや子供大人お年寄りだろうとかなるんでしょうけど、こうはならないんですね。もちろんね、子供から大人になって大人で止まってしまう人もいれば、子供のままずっとその年を重ねていく人もいると。おお、だから子供大人子供で今僕はここだと思ってます、50歳でね。で、例えば野球に例えてみます。野球を始めた子供はですね、独自の打ち方とか、例えば右バッターでもこうやって右手が反対でこうやって打ったりとか、そのボール投げるのもこうやって投げたりとかね、それ独自ですよ。だって誰も教えてないから。で、その後そのいろんなね、バッティングの基本とは、こうクロスに平行に構えてね、バットを上から下ろすように打つんだみたいなことを少年野球教室に入るとですね、基本を教えてくれるわけですね。グローブは下から上とか、ゴロを取るときはね、こう十字に回るように、こういう基本を覚えていくんですね。で、その基本を覚えた後プロになるとまた独自になってる人がいっぱいいますよね。僕が大好きな落合、僕の家からだいたいこう落合さんと同じように神主打法ってね、こうやるんですけど、足を開いてますよね。で、ピッチャーの方向いて真正面に向くんです。基本的にはほぼ正面に向きます。でも普通の場合はこれピッチャーがそちらカメラの方だとするとこう構えろと教えるんですね。でも落合さんはこう構えるんです。で、それは目の距離、ボールがよく見えるんですね。目がこうなると目の角度は非常に狭いですけど、こうなると広くなりますよね。両目でボールを見ることによって距離感がつかめる。でも前を向いていると一度はピッチャーが球を投げてから体を一回こうひねってからもう一度こうやらなきゃいけませんから、ボール、体の力が伝わりにくい。で、それ以外の そういう問題を落合さんは独自に解決をして、三冠王を3度取ってるんですかね、やってるわけです。こう一郎選手だってそうなんですよ。ああいうね、振り子打法って言われる打ち方が、その彼の場合は肘なんかもこう最後タイミングが外れても肘を残して手首とかこううまく合わせていくわけですよね。だからホームランを打つためにはイチロー選手の打ち方っていうのは、遠くにボールを飛ばすっていう意味ではあれはダメなんでしょうけども、もちろんイチロー選手もホームランを打つことができますから、ホームランを狙いに行くと彼はホームランを打ちますけども、イチロー選手なんかはそのほとんどの野球の基本っていうのは遠くに飛ばすとか確実にボールを当てるとかなんですけども、進化していくと独自の理論になる。また元に戻るって、元に戻るっていうの変ですけども、何が違うかっていうと、ここの人から見るとこれは変なんですよ。だから落合さんが最初に山内さんっていう監督、ロッテの時代にね、監督に
もうその打ち方がおかしいからってこう基本を強制させられたんだけど、もう短歌切ったらしいですね。もうそんなわからないと、独自に俺流でやらせてくれって言って、もう短歌切ったわけで、それでダメだったらやめるって言ったら、三冠を3回も取った名選手であり名監督になったと。イチロー選手だってそうですよね。あれだけの打率を残して、世界一の安打製造機があったと言ってもいいのは、あのイチロー選手のあの振り子打法を誰も修正しなかったんですね。野茂投手だってそうでしょ。このトルネードなんてね、あんなのどう考えてもあのランナー盗塁しやすいとかいろんな問題があったとしても独自でいったわけですね。で僕が得意なパチンコもそうですね。これ逆か、右左逆だな。ああそれ変わってるんだ。今はね左からしか打てない回らない台っていうのがあるので、一概に右打ちの台はこうじゃないですけども、大体最初にパチンコする子供ってね、右に打つんですよね。右上とか、あの盤面の右側に、右側に打つと、入らないから左に打てるというようにするんですね。でこの真ん中のいわゆる大人と言われる人たちは左側を打つんですよ。盤面の左側から、海物語なんかを言うとね。でも僕らが最近打つときは右から打ちます。それは右から球が入る台、左右対称の釘をしている、まあこれ海物語、今で言ったら分かりやすくて海物語限定なんですが、左右対称だから右からでも左からでもスタートジャッカーに入ると。そうすると左側というのは多くの人が打っていてですね、勝てる挑戦になってないんですが、右側から打つと他の人が打ってないので店側が調整を間違っていることがあるんですね。だからあえて、上手くなると右を打つんですね。で、人間の内面なんかもそうですね。子供の頃って正直なんですよ。ね、もう喉が渇いたら喉が渇いたジュースとか、暑いと暑い、もうね歩くの嫌だったら歩くの嫌って言うでしょ。ものすごい正直なんですよ。ところが大人になってくるとどんどん嘘を覚えるんですね。大人の顔色を覚えてきて、顔色を伺うっていう癖がついてくるんですね。で、自分がやりたいことを抑えて嘘を突き出すんですね。よくこの大人になる時に嘘をつくっていうのを体裁のいい言葉で言うのがこの大人になれよですね。よく言われましたよね、NHK の時ね、立花君もう少し大人になれよみたいなことをね。でこの子供はその大人になれよという言葉をすごく喜ぶんですね。というのはまだ大人に見られたいと思うほど子供の証拠、これ石川秀美さんのね、昔アイドルだったヤックンの奥さんの、バイバイサマーって言ったりね、夏にね、大人に見られたいと思うほど幼い証拠かもねっていう、多分16歳17歳ぐらいのアイドル歌手が歌ってたんですけど、大人に見られたいって思う年頃ってあるんですよね。おそらくそれが普通の年齢でいくと16、7、高校生ぐらいですかね。お化粧をしたりとかね、あえて子供っぽく見られたくない。まあそれは僕にもそういう時期がありました。だって16歳からパチンコしてたから、大人に見られないといろんなところで損をしちゃうからっていう 頃ですよね。でもうちょっと年を取ってくると若く見られたいってなるでしょ。大人に見られたくない、若作りなんて言葉がありますけども、だからね、人間ってこうこうこういくんだっていうことね。大人に見られたい、大人になれよと言われて社会人になって、これで大人になれよというのは嘘をつけという意味なんです。自分の気持ちを抑えてでも自分や自分の家族を守る、組織を守るために嘘をつけということを言われるんですね。で僕もそういう時代がありましたよ。でも37歳の時に正直になりました。いやいや、こんなことをしてたら日本が潰れるじゃないかと。 NHK が不正をし続けたら、ね、NHK の中で犯罪をしてるのにそれを国民に隠蔽したら、そんなことをしたら、ね、NHK が潰れる前に国が潰れるじゃないかということで正直になったんです。正直に全部言おうと。で正直になるといろんな人を傷つけますよ。僕正直になったから離婚をしたっていうのもあります。嫁さん以外の女性に対しても好きだという恋愛感情ができたとかね、家族を守るために生きる人生は嫌なんだ、国を守るために生きたいんだ、
国を守ることが家族を守ることであり自分を守ることだということで、正直になると家族が乱れるっていうのがありますよね。このままだから嘘つきの状態でいわゆる大人のまま年を重ねていく大人が多いんです。そういう意味ではね、僕はここに行きました。この間北川君っていう50何歳かな、の人から脅迫電話があって、最初は脅迫かなと思ったんですけど、まあ電話してたら、彼は非常に、まあ、ちょっと多分寄ってるのか知能指数が低いのか、北川君はここなんですよ多分。で僕はこっちなんですよ。だから子供同士の喧嘩に見えるんですよ。でも子供、大人、子供になった子供と子供のまま成長が止まってる者同士は、この二人の喧嘩を見てどっちもどっちだと思う人はここなんですよ。でここの人が見ると、ああ立花さん面白く相手に合わせて対応してるなと思うんですよね。そういう人もいるから。でここの人が見ると同じように子供は子供に見える。野球もそうですよ。これね、イチロー選手や野茂投手や落合選手のバッティングとかを見るとね、この人たちは分からないんですよ。これとこれの違いが分からないから。でもこの人たちはこれがおかしいと思ってしまうんですよね。でもここに行ってる人はおかしくないと思うんです。お互いが何か意味があってって。だから上から下はよく見えるんですよ。こっちはあえて上と言いますけどね。その子供たちから高校野球の、今夏の甲子園やってるようですけども、高校野球の高校球児と大リーグで活躍してる人と阪神タイガースの一軍選手、みんな野球の上手い大人なんですよ子供から見ればね。でもこっち側から見たら、あ、この子の実力はどうだって全部わかるんですよね。賢い上手い人から見ると、こいつの野球のレベルがどの程度だっていうのは上から見ると分かるんですよ。で、まあ内面正直で一つ、まあ全然関係のない事例、関係じゃないっていうか別の角度から見るとオートバイ、これね、最初にオートバイを乗った人っていうのは後ろブレーキかけるんですよ。左のブレーキかけるんですね。これ自転車の癖ですよ。自転車は前のブレーキをかけると、こう自転車が止まって体が前にバーンと飛ばされて、本当に危険な状態になるので、自転車は軽くて人間の方が重いので前ブレーキをかけると、自転車の場合は体が前に飛んでいって大きな怪我をする。でも自転車は後ろブレーキをかけても後ろお尻振ったりとかしない、普通に止まるんですよ。自転車は後ろブレーキだけで止まります。前ブレーキを2とか後ろを8、前を2とか、それぐらいのブレーキで止まるんですよね。ところがオートバイは正しくは前後のブレーキを同時に91もしくは82ぐらいでかけなさい。右の手首ですね、前輪を、8割ぐらいか9割ぐらいで、後輪を1割ぐらいのバランスでかけなさいと教えられて、これ大人のブレーキなんですよね。でもうちょっと上手くなってくるとね、これができるんです。後ろブレーキだけ、もうね、オートバイ前からバーンと車が出てきた、直進してるところにバーンと車が横切ってきた時にもう当たると思うと、この時に究極のブレーキは後ろブレーキだけかけるんですよ。とするともう当たると思うと、このブレーキでは間に合わないから、このブレーキでいくとガシャーンと当たっちゃうんですよ。ところが当たると思って後ろブレーキだけ、左のペダル、大きなバイクでやると右の足だけ、後ろブレーキだけガーンとかけて、あえて後輪をロックさせるとバイクだけがサッと抜けてきます。で体はその出てきた車には当たらない、もしくは転がる程度で、大怪我をしないっていうのがこの後ろブレーキっていうの使い方なんです。こんなの教習所では普通教えてくれません。いわゆるバイクのレーサーがやってるぐらいですかね、危ないとか、相当その白バイ隊員とかぐらいしかこれを使わないですね。で、その僕が今回の動画で何を言いたいかっていうと、この NHK の問題だけをやる政治家、政党っていうのはこの子供っぽいと見られてるんじゃないのと思うんです。 NHK の問題をやる政治家っていうのはね、他のことできないんじゃないか、
例えば税金の問題、消費税どうするんだであるとか、外交の問題ですね、諸外国とどのように付き合っていくのかであるとか、またその、もちろんね、防衛の問題ですよね、日本のこういう原爆じゃない核兵器を持つのか持たないのか、また自衛隊憲法9条の改正について、自衛隊をどういう位置づけにするのか、こういう防衛の問題など、もちろん環境の問題、福祉の問題、いろんなことがありますよね。それはここのレベルの人ですよね。その政治っていうのは NHK の受信料だけじゃないんだって言って NHK から国民を守ると批判する人が大勢いるんですよ。で、逆におもんばかって NHK 問題以外もなんか公約出したらどうですかと、そういう人たちが大勢いるのは分かってます。でも僕が言ってる NHK の受信料問題ってここなんですよ。ものすごい深いところを言ってるんです。 NHK という公共放送は明らかに悪ですよね、時代遅れですよね。でも NHK がどうして残っているのか、この終戦記念日、おとといの終戦記念日、自分の誕生日終えて、僕はいろいろとこう過去の歴史について YouTube を中心にちょっと勉強させていただきました。ヒットラーの問題、ヒットラーがね、どういう経緯で第二次世界大戦に突き進んでいったのか、ナチスドイツはね、であるとか、日本がどうして大東亜戦争、これは太平洋戦争と言わずに大東亜戦争という言い方をしている人が多い、第二次世界大戦のやつにね、日本がアメリカによってそのフランクリン・ルーズベルト、アメリカの大統領がですね、戦争したくて仕方がなくて日本に石油や石炭を輸出させないということで、日本の方から攻撃せざるを得なくなったという歴史が多分あると思います。これ、ここの歴史の方が可能性としたら高いでしょうね。僕は歴史というのは自分で見たわけではないですし、その当時の記録が映像に残っているわけじゃないので、歴史というのはこれが真実だということは言えないと思っています。どの事実が可能性が高いのかなと思いながら歴史を見るというふうに僕はしています。でそうすると、日本が急にね、アメリカを乗っ取るんだって言って真珠湾、ハワイの真珠湾に攻撃したということはやっぱ考えづらいですよね。当時は白色人種がですね、ヨーロッパのイギリスやオランダ、そしてアメリカ人、フランス人、そういった白人がですね、ヨーロッパの白人がその世界中を、アフリカやアジア、もうインドからそれこそ日本に至るまでを植民地化しようとしていた中で、日本がそういう白人ですね、ヨーロッパ人からの植民地支配を避けるために、日本がアジア諸国を救っていくための戦争をしたんだというのが多分正しい歴史なんでしょう。で、そんなことをですね、まあ、当然日本はアメリカに戦争負けちゃったので、そういうその戦争での日本の正義っていうのは、真実というのは隠されて教えられてるわけですね。で、その我々がその真実を隠されて、僕も40歳、今51ですけど、40歳過ぎまでは NHK の報道が正しいと思っていましたから、我々残した戦争は侵略戦争だったんだ、日本人が悪いんだ、日本がいろんなその国に被害を与えたんだって思ってましたよ、反日教育というのを受けてね。でもそうではなくて、本当にタイに行ってもミャンマーに行っても、ね、ラオスに行っても、日本軍というのはそのイギリスなどのそういうヨーロッパ人から守ってくれた素晴らしい人たちなんだっていうことを現地で聞いたことがありますし、実際そうだと思うんですね。で、そういう意味からもですよ、そのアメリカに乗っ取られている、まあ戦争に負けてますから、アメリカはやっぱり GHQ の頃から NHK を統治してるんでしょうね。だからまずこの NHK を潰さないと、 NHK の力をまあ潰さなくても衰退させないと、いつまでたっても正しい歴史っていうのが国民に広がらないというのがあるわけですよ。だから僕は NHK にお金を払うんだ。で、彼らのやってることはもう明らかにその弱い人からお金を取るってことやってるでしょ。だから弱い人からお金を取る NHK と戦うんだって、子供じみたような政策を出してるから、ここをやってるのが NHK から国民を守る党じゃないかと見られるんですが、そうじゃないんですよ。
正しい歴史や政治ができる政治団体がその他の福祉や外交防衛、ね、そういうことができるというように僕は思ってこの NHK 問題をやってるんです。だからいずれは NHK を外して国民を守る党、 NHK から国民を守る党から NHK、 あの NHK を、 NHK からを外して国民を守る党にしていきたいんだという思いで、NHK から国民を守る党の運営をさせていただいております。ですから最近ね、 NHK から国民を守る党から市議会議員選挙に立候補したいっていう人がもう本当にね、ありがたいことに大勢いらっしゃるんですよ。で、毎日のように1日多い時だったら3人4人と電話がかかってきます。わざわざ僕に会いに来ていただける方もいるんですが、ほとんどの方お断りをしています。ここに見えちゃうんですよ。 NHK から国民を守る党の活動がここに見えちゃうから、簡単に政治家になれるっていう人たちが今集まってきてます。で、そうではなくて、僕はここで良かったんです。去年までは、ね、実際に町田市の深澤議員はですね、去年の今頃ですね、僕に200万円をうちの会社に200万円の視聴料をくれたから、彼を町田市の公認にしました。でも深澤さんというね、深澤議員はここの人でしたね。完全にね、全然先を見てる、こことか見えてないです。子供のまま大人になった人、もう200万円で市議会議員になれると立花さんが言ってるから200万円を出して市議会議員してもらおうと思って実際町田市議会議員になりました。でも一つの僕は実験だと思ってました。深澤さんがこの先あと3年ちょっと、まだ議員を3年半町田市議会議員をしていく中でね、彼がちょっとでもこう成長していけば理想なんでしょうけども、彼にはでもそもそもね、NHK の被害者を守ることだけしてくださいと言っているので、彼はそのままここだけやってくれればいいんです。で、同じくその6月に立川で当選した久保田真君も非常に真面目です。彼は多くのこの中途半端の大人の人たち、リスナーがいるから、これをしろ、ね、と言われてすごい悩んでたんですね。でもいや違うんです、久保田君はここだけでいいんだと、ここをとにかくしっかりやって時間をかけてここに行きなさいと言って、久保田君は今、久保田議員はね、それ非常に特進をしてくれて、今彼自身はちょっと落ち着いてくれてるのかなと思ってます。で、大橋君は自分、大橋議員はここ行けないっていうのがあるので、もうここだけを徹底的にやってくれてます。で、竹原議員はここに、まあ彼はここも最初からここやるって言ってましたからね。そんな感じなんですよ。多田議員はもう全然これすらやらないんで、もう彼は除名にしようと思ってますけども、今うちの中で言ったのは大橋君でしょ、多田議員で僕で、竹原君がいて、あとね、彼ね、坂谷議員、4月のね、今年4月に当選した春日部の、まあ彼もここに行ってここに行けるだけの能力はあると思います。まあ、ここはちょっと厳しいかな、ここに行ける普通の政治家までは行けると思います。人間的には十分大人ですよ、ね、みんなね、それなりに子供のままじゃないんですが、政治家としてはまだまだその子供ですよね。そういう人たちが今 NHK から国民を守る党の議員をしています。で、これ以上子供を増やしていくと本当に NHK から国民を守る党はこっちに見えちゃうんで、僕はここに向かっているので、選別をしてですね、公認を今探しているというか公認をしているというところなんです。で、このこっちの子供とこっちの子供の違いですね、成長、大人から成長した子供との違いっていうのは何が違うかっていうと、視野が広く見えるか狭く見えるかです。その長期間のスパンでその物事を見ることができるかどうかっていうのを非常に僕は参考にそのチェックしてます。だから今やってきてね、この今8月、来年の4月ということはもう8ヶ月ですよ。8ヶ月後の統一地方選挙で当選をしたいっていう人は、いや何を言ってるのと、ね、NHK から国民を守る党は5年前からもうあるわけですよ、政党としてね。で、この今年2月、4月、6月で立て続けに当選してますよね。久保田学君が当選したから余計ですよね。余計に久保田でも当選できるんだったら俺でもみたいな人がいっぱい出てきてるわけですね。
もちろんうちの党の知名度が上がっているから、その自分でも当選できるだろうと思う人がいっぱい出てきて、先ほど言ったように毎日のように立候補したいという人が増えてるんですね。でもこういう人ばっかり入れちゃうと誰も教育係がいないから、これ困るわけですよ。だから今こことかここになりうる人を今公認をしていくっていう方向で相当間口を狭くしてます。でだからね、その例えばその加古川市で出てくれた、浮田さん、彼なんかはね、もう完全にここってここの辺に行ってますね。考え方はもう子供、大人、子供です。お金を使わずに党の貢献をしたい、 NHK の被害者を守るために、 NHK から国民を守るとの宣伝をしたいんだ、当選する気なんか全くありません、当選できればラッキーですっていう感じで、彼が使ったお金っていうのはたった1枚ですよね。選挙広報の印刷費だけです。なそういうところからやれる人っていうのは、いずれは、あ、浮田さんはよく分かってるから次公認しようとかってなるわけですよ、ね、今度その松戸市で出る関さん、関さんはこれもう4年前から、党ができた1年後の4年前からもう松戸市で立候補してくれているから今回公認をしてるわけですね。それ以外の人がいきなりこうやってきてもそれは無理ですよ。だから過去に政治の経験があるとかいろんな経験をした人、ここにいる人がここに迎えるかどうか、そういうのをチェックをしながらこれから公認をしていきたいと思っております。上から目線で僕今日喋りました。まあいつもそうかもしれません。ただね、もう51歳になって、これから下を育てていかなきゃいけないです。今までは僕の中で止めてたことも、自分の中でこれを言うと人気が下がるなと思いながら、あえてちょっとねそこはね嘘をついてた部分っていうか、隠してた、嘘つきっていうのも隠してたんですね。でもこれからは隠さずにどんどん情報を出していかないと、 NHK から国民を守る党っていうのはもうね、この大人の政党になっていかなきゃいけない。目指すはね、大人以上の子供を目指してるんですけども、そういうところからもですね、戦術をある程度出していくことと、戦い方の戦術ですね、誰でもかんでも公認してた、早く人を増やすんだということはしません。これからはしっかりと、ね、候補者を厳選をしてですね、勢いよくこう党勢を拡大するのではなくて、確実に土台を、ね、ゆっくりと作っていこうという方向に行きたいと思います。でだから今から立候補しようと思う人をですね、正しく立候補できるのはお金を出してくれる人、まずね、1000万以上のお金を出していただければ、党にね貢献していただけるのであれば、それは当選するところで購入をします。もしくは過去に政治経験がある、選挙の経験があるっていう方、もしくはとんでもない大学に出てるとか、何か知名度がある方ですね、久保田学君みたいな方は当選するところで購入します。でもお金もない、こういうのダメですよ。当選したら党に出しますから、今購入してくださいはダメです。これはもうダメです。もう当選してお金を出すのは当たり前のことで、当選立候補する前からお金を集めてくる力がある人っていうのは、金を集める力がある人っていうのは能力高いんですよ。それは信頼があるからお金借りるんです。お金で信頼は買えませんけど、信頼があればいくらでもお金貸してもらえますから、お金を借りてでも立候補しようとする人は当選するところに持っていきます。で、お金もないしまだまだ成長しない人はどうしたらいいのかって言ったら、もうね、当選しないところで立候補して5年後に向けて、準備していただければいいんです。5年間ぐらいは勉強しましょうよ。政治家本当にやりたいんだったらね、僕自身も5年前から挑戦をして、今このように偉そうに言ってますけども、すぐね、当選したいっていう人はろくな人がいないんですよ。だから ただある程度下積みをした人をですね、これからゆっくりと作っていきたいというように思っております。ですから、ただしに大きくなろうとかですね、嘘をついて、やっていこうとかじゃなくて、しっかりと見極めていくと。で、多くの方がね、本当に例えば高澤さんですか、哲学者の方からもこうご意見をいただいてます。コメント欄にもいろんなご意見をいただいてます。だからそれは僕は十分承知の上でここをやってます。だからね、その打ち方がおかしいじゃん、そんな打ち方するよりもこうやって打った方がいいじゃんって言われても耐えないでしょ、超一流って、ね、パチンコでもそうです。そんな右打ってたら、なんかこっち左打たなあかんとか言われますよ。
ね、大人になれよと、ね、お前には子供も家族もあるだろう、そう言って嘘をつかせようとか仕事をさせようとしますけども、本当に国を守ろうとしたらここ行かなきゃいけないです。でここに行った人は多数の意見は聞きません。多数派の意見はここの人は聞きません。ただし少数派であってもなるほどなと思う人の意見は聞きます。だから僕の裁判の仕方に対しやり方に対していろんな意見をくれる人いっぱいいますよ。でも弁護士さんやまあまあ法律ですね、聞くらしい人の話聞きますよ。でももう何もしてない人、法律が詳しいだけで弁護士とか実際自分が裁判をしてないような人たち、ここの人たちの話は聞きません。これはご容赦ください。で今大人の人は必ずどっかで見えてきますから、こっちの人たちのことが。だから大人の人はいずれまた成長する。僕もひょっとしたら子供大人子供と来てますけどまだ成長するかもしれません、もう分かりません。僕は今ここにいると自負しています。だからちょっと変わったことをしてるんですが、それは子供っぽいのではなくて大人を通り越したさらに成長した段階に来ているとご理解をいただければ幸いだと思います。ただねここにいてもたまにこっちのことをしてしまうこともありますから、そういったご指摘はいただければ、ああそうかそうかっていうのもあるのは間違いないので、初心を忘れずにこれからもしっかりと NHK から被害を受けておられる方をお守りをしていく、そしていずれは日本国のとって有効な有益な政治団体、政党へと発展させていきたいとこのように考えております。以上です。松戸氏より NHK をぶっ壊す。今日も3時からちなみに、5公演松戸市の5公演で3時から7時までビラ配りをしてきます。